完封ブリブリブリガース、お笑いブリブリエンゼルス負け、山崎に投打でやられたな。ぶっちゃけ上げ下げの基準は謎やけど、ドイツもこいつもおてんのがそもそも問題だわ。ほんまに去年が相手の自滅とかでうまくいっただけ。キリシキ岡田壊されたくないから、解任まで毎日こういう試合してくれ。前川を粘り強く使うか、新外国人取るしかないんちゃうか。今から探してもええのおらんやろな。ソフバンっていつも夏までは強い最強とか言われるけど、途中失速して優勝逃すよな。連敗続いたらノイジー待望論出てくるのは間違いない。テルなんとか入らね。伏見と山崎欲しかったな。岡田は三振嫌いすぎて、一軍残ってるの当てるだけのアヘタンだらけになってるの。ほんまアホやわ。さすがにテルあげるかもな。打線に元気がない。大山まだ30手前やろ。これで30代後半とかになったらどうなってまうんや。檜山より活躍できへんで。大山、梅野とかスタメンで出しとる時点で無理やわ。全部ぶった切り。今の打線は2軍クラスしか点取れないし、1軍クラスでエース級来るとノーノーの心配しなきゃならない。ご視聴ありがとうございました。